神保祥子神保祥子大正13年1月18日は、明治時代から大正時代にかけての地質鉱物学者。江戸幕府幕臣、神保久察の長男として江戸で生まれる。言語学者の神保閣の2位。明治20年、東京帝国大学理科大学で地質学を専攻。同大卒業後、北海道庁技師、全道地質鉱山調査主任を歴任。 明治25年ドイツのベルリン大学に留学し、鉱物学や岩石学などを学ぶ。帰国後の明治27年、母校の東京帝国大学理科大学助教授となり、明治29年教授、鉱物学教室設立とともに主任教授となり、鉱物学講座を担任した。明治39年には、カラフト、大正4年には、ロシアのウラジオストク地方などの地質、 地理を調査した。他東京地質学会会長、東京地学協会会長なども務めた。また、アイヌ語にも精通し、アイヌ語で講義を行ったこともある。著書に日本地質学、日本鉱物詩などがある。東京大学の交渉学者、渡辺武雄により、昭和38年に発表された漫画法産使用新鉱物の神保医師は、 人母証拠の業績を称えて命名されたものである。ありがとうございます。